皆さん、こんにちは。モノモースです。今日は非常に重いテーマについてお話しします。それは、安楽死です。最近のニュースで取り上げられた肝臓の見込みがない難病と戦うクランケさんの話をご紹介しながら、このテーマについて深く考えてみたいと思います。まず、このニュースの概要をお話ししましょう。日本人女性のクランケさんは難病の CIDP を患い、長い闘病生活に疲弊して最終的に安楽死を選択しました。安楽死を認めるスイスに渡航し、死薬を飲む寸前まで至りましたが、家族のことを思い直し、 最終的に安楽死を取りやめ、日本に戻ることを決断されました。私はこの話を見て心を打たれたのは、クランケさんが死にたいという強い気持ちを持ちながらも、家族の愛情と絆を思い直して生きることを選択した点です。この選択は単に彼女のエゴではなく、家族のエゴをも含む深い葛藤の末に決まったものです。さて、ここからは私の意見をお述べさせていただきます。安楽死の問題は、生、投資という極めて深刻で複雑なテーマを含んでいます。この問題を論じる上で、3つのポイントがあると考えます。 まず一つ目は患者の自己決定権です。クランケさんのように自分自身の身体や生活に深刻な制約がある場合その人が生き続けたいかどうかを決める権には非常に大きな重みを持ちます。特に長期間にわたる苦痛や絶望を経験している人に対してその意志を尊重すべきとする立場には共感する部分があります。二つ目は家族の感情と意見です。クランケさんの場合両親や家族が彼女に生き続けてほしいと強く願っていました。その背景には愛情や思いやりが溢れています。しかし、 に家族の望みが本人の苦痛を無視しているならそれもまた問題です家族として支えることと本人の意思を尊重することの両立は非常に困難でさ避けて通れません最後に3つ目は社会的及び法的な枠組みです安楽死を認めるスイスのような国と違い日本ではまだこの選択肢は法的に認められていませんその背景には多くの倫理的宗教的社会的な要素が絡んでいますしかし日本でも安楽死の必要性が議論される時期に来ていると個人的には思います法律的な準備や社会的 な理解がが進めばもっと多くの人が救われる可能性はありますこの議論の二重例として、日本でも著名な宗教学者沢田愛子さんが、安楽死は本人の選択だが、家族を傷つけることは許されない、と述べていました。これには一理あり、患者本人だけでなく、家族全員は納得する形での安楽死の提供が理想とされます。このように、安楽死の問題は非常に複雑で、多角的に考える必要があります。クランケさんの経験を通じて、我々も、生きることと、死ぬことについて深く考え直す機会として捉える でしょう以上、モノモースでした。ご視聴ありがとうございました。このテーマについての皆さんのご意見お待ちしております。